の道を進めばあのお屋敷に行けるはず。危ない。Thank you.
アシュレイ、目が覚めた？少し海風に当たってみたら？気持ちいいわよ。うん。どうしたの？船酔いしちゃった？大丈夫、全然元気。本当？ねえ、もしかしてまたあの夢を見たの？どうしていつも同じ夢を見て同じところで目が覚めるんだろう。それにパパの顔もどうしても思い出せない。小さな時の記憶なんて無理して思い出さなくてもいいの。それにパパにはもうすぐ会えるんだから気にしないで。ジェシカ、ジェシカはパパの妹で私のたった一人の家族。高校で科学の先生をしながら幼い私を引き取り育ててくれた優しいジェシカ。いつだって味方になって私のことを考えてくれる。でも Just you.
書を読み取って登録されているデータと照合し鍵として使うシステムのことよ。ダスにはそれが組み込まれていて、あなた以外の人が操作しようとしても動かないの。これ私にしか使えないんだ。おい、おしゃべりも結構だな。そろそろ着くぜ。誰か迎えに来るんじゃなかったのか。変ね。何かあったのかしら。リチャードはここで私たちを待っているはずなんだけど。私行かない。アシュレイ、どうしてパパはいないの。おかしいよ。この島まで来いって言ったのはパパなのに、迎えに来ないなんてひどい。本当は私に会いたくないんだ。なあお客さん、悪いがこれから次の客を迎えに行かなきゃならねえ。時間が来たら一遍港に戻らせてもらうが、いいかい。ええ、大丈夫です。じゃあ迎えは約束通りに夕方には戻ってくるからよ。はい、よろしくお願いします。アシュレイ、あなたはここにいて、私がリチャードを探してくるから。近くにいなければすぐに戻ってくるわ。困った顔してたぞ。ジェシカはママじゃないよ。うちはお姉ちゃんか。違うよ。ジェシカはパパの妹で、今日まで私を育ててくれて。パパはジェシカに私を預けてどこかへ行っちゃって、私はパパが死んだって思ってて、それで急に手紙が来て。ちょっと待て。どうやら嬢ちゃんが大変な身の上らしいのは分かったが、悪いがよそ様の事情に首を突っ込むたちじゃなくてな。それよか嬢ちゃんいいのか。あの人と一緒に行かなくて。別に。戻ってくるまで少し話でもして待つとするか。いいけど、話って言われても。例えばこの島のこととかな。じゃあ船長のこととかも。
も無人島なんだよね。今はな。ってことは昔は誰か住んでたの？大金持ちの一家が住んでたらしい。だがそこの主人が病に倒れてから良くないことばかり続いて。良くないことって何？家族が次々と死んでいったそうだ。さんじゃないのかい？え？